いらっしゃい。よっ。どれを買っていき。これでいっしょ。それじゃ。足りない商品をどれを買う。それでいい。毎度あり。それで毎度あり。またいつでも来るんだよ。何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんな感じでどの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。何かいいこと起こりそう。何かいいこと起こりそう。何かいいこと起こりそう。よし、いい流れだよ。こんな感じで大丈夫？それじゃ一気に仕上げるよ。できた！どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、出来上がり。どの材料を使おう。どの材料を使おう。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。いいねいいね。うん、いい感じ。うん、
調好調。よし、いい流れだよ。こんな感じで大丈夫？それじゃ一気に仕上げるよ。できた！どの特性を引きつこれでいいかな。よし、出来上がり。レベルアップ。これでよしっと。この本ももうだいぶ埋まってきたね。そうですね、ソフィーの錬金術の腕前もだいぶ上達してきたのではないでしょうか。本当？やった、プラフタに褒められちゃった。最初に比べればですよ。ソフィーはまだまだ勉強しなければならないことがたくさんありますから。ちっ、なんだまだまだか。錬金術師の道は一日にしてならずですよ。ではレシピを拝見しましょう。プラフタ？どうしたの？大丈夫？ねえ。大丈夫です。何を思い出したの？正直に言うと自分でも混乱しています。どんなことを思い出したのか聞いていい？私が何かと戦っているその一場面、それだけを思い出しました。それだけです。戦っている相手や場所、その理由、他のことはまだ何も思い出せてはいません。ですが、何か大切なものを忘れてはいけない、大切なものを守るために戦っていたような気がするのです。プラフト、ごめんなさい。ソフィー、今はこれ以上はあまり考えたくありません。あ、うん。いらっしゃい。どの依頼を引き受け。材料も足りてるし、これならすぐ。いらっ、それで。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんな感じで大丈夫？どの釜がいいかな。それじゃ始めよう。うん、いい感じ。
うんうん、校長校長。何かいいこと起こりそう。うんうん、校長校長。うん、いい感じ。こんな感じで大丈夫？ではでは、仕上げのお時間です。特性をつけようかな。こんな感じでいい？うん、これでバッチリ出来上がり。材料はどれを選ぼうかな。これで平気か。釜はどれにしよう。よし、やってみよう。あ、面白い反応だね。うまくいってるよ。いいこと起こりそうな予感。うまくいってるよ。これで平気かな。ではでは、仕上げのお時間です。できた。どの特性をつけようかな。こんな感じでいい？うん、これでバッチリ出来上がり。材料はどれを選ぼうかな。これで平気かな。釜はどれにしよう。よし、やってみよう。お、何かすごそう。うまくいってるよ。うまくいってるよ。これで平気かな。ではでは、仕上げのお時間です。どの特性をつけようかな。こんな感じでいい？こんな感じでいい？うん、これでバッチリ出来上がり。材料はどれを選ぼうかな。
これで兵器かまはどれにしよう。よし、やってみよう。あ、面白い反応だね。よし、いい調子。よし、いい調子。あ、面白い反応だね。これで平気かな。それじゃ、一気に仕上げるよ。できた。どの特性を引き継ごう。これでいいかな。よし、出来上がり。やはり無理ですか。あ、プラフタ、何やってるの？ああ、ソフィー、錬金術を試していました。え、本当？ねえねえ、どんなものを作ったの？いえ、お恥ずかしいことですが、うまくいきませんでした。あれ、そうなの？でもプラフタってすごい錬金術師だったんでしょ？はい、しかしこの肉体では錬金術が使えないようです。それってひょっとして人間の体じゃないから？おそらくそうでしょう。この体では自然の力をうまく導けないようです。自然の力。ああ、前に言ってた素材を別のものに変えるときに加える力だっけ。はい、しかし困りました。錬金術で作りたいものがあったのですが。そうだったんだ。じゃあさ、それ代わりに私が作ってあげるよ。本当ですか、ソフィー？それは大変助かります。レシピをお渡しするのでよろしくお願いします。うん、任せてよ。あれがああしてこうなって、ああ、分かった気がする。多分よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんな感じでどの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。よし、いい流れだよ。よし、いい流れだよ。何かいいこと起こりそう。よし、いい流れだよ。こんな感じで大丈夫？それじゃ、一気に仕上げるよ。できた。どの特性を引く？これでいいか。よし、出来上がり。どの材料を使おう。こんな感じでどの釜がいいかな。それじゃ始めよう。うんうん、好調好調。何かいいこと起こりそう。うん、いい感じ。何かいいこと起こりそう。
じで。それじゃ一気に仕上げるよ。できたー。どの特性をこれでいい。よし、出来上がり。ですからどうしてもアメリアさんに服をという依頼が入っていてですね。何度も言ってるけど、私はアメリアじゃなくてレオン、別人よ。いえ、依頼人の方があなたの顔をご存知でして、あなたは間違いなくアメリアさんだということです。そう、それでもお断りするわ。そういう気分じゃないの。しかしですね。帰ってちょうだい。レオンさん。あら、ソフィー、いらっしゃい。今日は何を見ていくの？レオンさんって本当はアメリアさんって言うんですか？あら、見られてたの。私はどうも都合の悪いところを見られるようね。そうよ、私の名前はアメリア・レオン・マイヤー。アダレットの品評会で優勝した凄腕の仕立て師なの。レオンは偽名よ。正体を知られたくなかったから。まあ結局バレちゃったけど。レオンさん、どうして。ごめんなさい、話したくないの。聞かない方がいいかな。ようこそ。私どの防具を作るのかしら。材料にはどれを使うの？つけたい特性の希望はあるかしら。これでいいのね。材料にはどれを使うの？つけたい特性の希望はあるかしら。これでいいのね。完成よ。うーん、
素晴らしい出来栄えね。待って、いらっしゃ、どの依頼を引き受けてくださるのですか。お疲れ様でした、ソフィー。お見事でしたよ。これでもっと難しい依頼を受けられるんですよね。ええ、その通りです。これからの依頼は一筋縄ではいきませんよ。大丈夫ですか。ちょっと心配だけど、頑張ってみます。そう言ってもらえるなら私も嬉しくなってしまいますね。いらっしゃ、どの依頼を引き受けてくださるのですか。ありがとうございます。では報酬をお支払いします。ありがとうございます。それでは、よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。うんうん、好調好調。いいねいいね。うんうん、好調好調。よし、いい流れだよ。何かいいこと起こりそう。初めてだけどうまくいってよかった。ではでは、早速着てみるとしますか。よいしょ。まずはここから、で次はこっちを。
任せておきなさいなんて。これで私もおばあちゃんに近づけたかも。おばあちゃん、強くて優しくてかっこよくて頼りになってみんなから尊敬されてて、やっぱり私もおばあちゃんみたいな錬金術師になりたいよ。よし、せっかく服を直したわけだし、ちょっとおばあちゃんにあやかってみようかな。この服を着てたら気が引き締まるし、それにおばあちゃんが見守ってくれてる気がするから。うん、決まり。そうとなったら早速調合だね。少しでもおばあちゃんに近づかないと。よし、燃えてきた。改めて目指せおばあちゃんだ。あれ、お客さんかな。どうしよう。ソフィー、いつもいただいてばかりなので、今日は私からこちらを差し上げます。あなたにはいつも感謝していますよ。それでは。何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんな感じで大丈夫。どの釜がいいかな。それじゃあ始めよう。こんな感じで大丈夫？ではでは、仕上げのお時間です。できたー。どの特性をつけ、こんな感じでいい？うん、これでバッチリ出来上がり。レベルアップ。材料はどれを選ぼうかな。
れで釜はどれにしよう。よし、やってみよう。よし、いい調子。おお、何かすごそう。よし、いい調子。よし、いい調子。これで平気かな。ではでは、仕上げのお時間です。できた。どの特性をつけようかな。こんな感じでいい？うん、これでバッチリ出来上がり。どんなもの作ろうかな。材料はどれを選ぼうかな。これで平釜はどれにしよう。よし、やってみよう。いいこと起こりそうな予感。うまくいってるよ。うまくいってるよ。あ、面白い反応。うまくいってるよ。あ、面白い反応だね。これで平気かな。これで平気かな。ではでは、仕上げのお時間です。できた。どの特性をつけようかな。こんな感じでいい？こんな感じでいい？うん、これでバッチリ出来上がり。ソフィー、掃除しに来たわよ。そろそろアトリエが大変なことになってると思ってね。あ、モニカ。ううん、別にそんなことないよ。ほら、まだ全然綺麗でしょ。
え、そう？もうだいぶダメな状態じゃない？参考書はほっぽり出されてるし、お菓子の包み紙は置きっぱなしだし。わ、なにこれ？干からびた材料をどうして棚に飾ってるの？それは別に飾ってるわけじゃなくて、後で使おうと思って置いておいただけで。まったく。まあいつものことだからもう慣れたけど。さあソフィーはお茶でも飲んでなさい。その間に綺麗にしてあげるから。はい、すみません、よろしくお願いします。よし、だいぶ片付いてきたわね。ちょっと休憩しようかしら。うんうん、モニカもこっちにおいでよ。おいしいお茶入ってるよ。ずいぶんとくつろいじゃっても。あ、そういえば気になってたんだけど、その服どうしたの？あ、やっと聞いてくれた。このまま無視されるかと思ってたよ。さすがにそんなことしないわよ。聞くタイミングを伺ってただけ。そっか、これね、おばあちゃんの服なんだ。コンテナの中から見つけたの。どうしてコンテナから服がっていうのは置いといて、ラミゼルさんの？うん、多分おばあちゃんが私の歳くらいに着てた服だと思うんだ。これを着れば私も偉大な錬金術師の仲間入りだよ。ふん、偉大ね。何？私が偉大じゃ悪いの？いや別に、でも前も同じようなこと言ってたなって。萌え？ええ、いつも着てる青いコートの時よ。あれだって自分を大きく見せたいって着始めたんじゃない？形から入るだけじゃ何も変わらないわよ。ソフィー、あなたちょっとは成長したのかしら？な、それはもちろん。背だって伸びたし、錬金術も上手くなったからね。へえ、口だけならどうとでも言えるわよね。うん、なんだかモニカが意地悪だ。いやいや、そんなことはないわよ。でも成長したって言うなら見せてもらいたいなーって。それは私も見せたいけど、どうやって？それは任せてちょうだい。いい考えがあるの。掃除が終わったら言おうと思ってたんだけどね、実はホルストさんのところで依頼を受けてきたのよ。魔物退治の依頼なんだけど、これをあなたにこなしてもらおうかなって。なるほど。うん、いいよ。成長した私にはそれくらい楽勝だからね。ええ、そうよね、成長したソフィーには楽勝よね。じゃ、そういうわけでよろしくね。掃除が終わるまでに準備を済ませておいてちょうだい。はーい。見てろよモニカ、私が成長したところ見せつけてやるんだから。